ベリリウム銅、ビシは銅に0.5から3%のベリリウムを加えた合金であり、さらに別の金属が加えられることもある。ベリリウム銅は高い強度を持ち、また肘性であり火花が出ない特性を持っている。さらに、金属加工、成形、機械加工に向いた特性も持っており、危険な環境下での工具、楽器、精密測定機器、 弾丸、宇宙開発用の材料など各種の応用に用いられる。ベリリウムを含む材料には毒性があり、加工中に吸入すると危険性がある。かつてはベリリウム製銅と呼ばれたことがあったが、現在ではベリリウム銅の方が一般的である。ベリリウム銅には塩性があり、溶接や機械加工もできる金属材料である。また、非酸化性の酸。 プラスチックを分解する物質、アブレシブ摩耗やかじり傷に対しても耐える素材である。さらに、熱処理を加えれば強度や耐久性、電気伝導度を増すこともできる。ベリリウム銅は銅をベースとした合金の中で最高の強度を誇っている。ベリリウム化合物には毒性があるので、ベリリウム銅合金についても安全上注意すべき点がある。 固体や最終製品については、ベリリウム銅が健康へ特に影響を与えることはない。しかし、機械加工や溶接の過程で出るベリリウム銅のゴミを吸い込むと、肺に深刻な影響の出る危険性がある。また、ベリリウム化合物は e アークによって発言性があると勧告されている。その結果、ニッケル製銅など、より危険性の低い銅合金が、 ベリリウム銅の代替として用いられることもある。ベリリウム銅は、バネや、バネ洗剤、ロードセルなど、応力や歪みが繰り返しかかっても、形状を維持する必要のある部品に使われる、非鉄合金である。また、電気伝導度が高いため、電気のコネクタや、電池の接触部にも使われている。さらに、ベリリウム銅は火花を出さず、しかも物理的強度があり、非磁性なので、 爆発性の雰囲気下でも安全に使える工具の材料としても使われている。その目的について、ベリリウム銅は EU の安全指令である、アテックス指令にゾーン0、1、2で要求される特性を満たしている。防爆工具として、ドライバー、ベンチ、スパナ、タガネ、ハンマーなど各種の工具が生産されている。なお、防爆工具はアルミニウム銅で作られることもある。 構成の道具と比較すると、ベリリウム銅の道具は高価で、強度、耐久性にも劣るが、危険な環境で使えるメリットはそれら以上に大きい。防爆工具のレイヤロイ25のベリリウム銅は、自己硬化する合金で、銅をベースとした合金では、最強の強度となる。自己硬化は、バネや、その他複雑な形に成形した後に行うことも、できる。この合金は、 バネとして優れた特性を持ち、腐食に耐えて安定である上に、電気伝導度は高く、クリープは少ない。アロイ25を自己硬化させた後に、冷間引き抜きした材料もある。これはさらに熱処理を加える必要がなく、また遠性があってほとんどどんな形にも成形できるので、ベリリウム銅の特性が必要だが、最終型で自己硬化させることが現実的でない場合に使われる。 アロイ3や10も、時効効果を起こすベリリウム銅で、優れた電気伝導度と耐久強さなどの物理特性を兼ね備えている。時効効果や焼き戻しの処理をした上で、バネや洗剤に加工され、電気伝導度が必要な場面や高温での強度が必要な場面で使われる。ベリリウム銅は、高級な打楽器、特にタンバリンやトライアングルにも、 綺麗な音と強い共鳴があるので、しばしば用いられる。他の多くの金属と違い、ベリリウム銅の楽器は、共鳴が続く限り音程や音色が変わらない音を出す。スピーカーの振動板にも使われる。また、ベリリウム銅は希釈冷凍機のような、極低音の機器にも使われるが、これは、極低音における強度と熱伝導性の良さによる。さらに、ベリリウム銅は、 鉄鋼弾に使われることもあるが、構成でも似たような特性を安価に出せるため、一般的ではない。他にも、磁気センサーを使うために肘性の合金が必要な、傾斜線鋼にもベリリウム銅が使われる。また、電波暗室や EMC などにも、電波の遮蔽のために、ベリリウム銅が使われることがある。過去には、ゴルフのクラブ、とりわけウェッジやパターに、ベリリウム銅が使われたこともあった。 コントロールが特に要求されるグリーン周辺でのパッティングにベリリウム銅の感触が好まれていた。規制やコストの問題でベリリウム銅のクラブは現在ほとんど作られなくなっているが中古品やビンテージ品のクラブにはゴルフ店やネットオークションで需要が現在でも見られる。高強度ベリリウム銅は中造品で2.7%以下のベリリウムを 単造品では1.6から2%のベリリウムと0.3%のコバルトを含んでいる。機械的強度を上げるために、磁効効果や、積質効果が用いられる。鋳造合金は射出成形によく用いられる。単造合金には、運、う、数、ん、番号の C17200、C17400 が、鋳造合金には C82000、C82800 という番号がついている。 硬化のためには急霊して、ベリリウムと銅の固用体を作り、それを200摂取460度に最低1時間置いて、銅の中に純安定なベリリド結晶を積出させる必要がある。時間が長すぎる場合、ベリリド結晶が減った安定状態となり、強度が落ちてしまう。中造でも単造でも、ベリリド結晶は同様の形をしている。高電導性ベリリウム銅は、 0.7%以下のベリリウムとニッケルやコバルトを多少含んでいる。熱伝導性はアルミニウムより高く、順道に少し劣る程度である。このベリリウム銅は大抵、コネクタの電気接点に使われる。ありがとうございます。